うわお。皆さんこんばんは。南半球の桜の季節もいよいよ終わっちゃうな。確か10月10日までだったわね。10月10日は目のアイブデーの他に銭湯の日、伝統帽子の日、お好み焼きの日などいろんな記念日になってるのだ。何それ。千獣を銭湯と呼んで銭湯、英語で銃は天だから天と、と、合わせて点灯。お好み焼きが焼けるときにジュージューと音が鳴るから、といった理由で記念日になったらしいのだ。どれもこれもダジャレみたいな感じだな。でも私の島の10月10日といえば、ペシミチ君の誕生日よ。それは素晴らしいですね。ぜひぜひ美味しいお料理を。しずえさんが言うとペシミチ君をお料理してしまいそうで怖いんだけど。そんなことしませんよ。やっぱりお誕生日といえば高いプレゼントが喜ばれるだなも。だからなんだっていうのよ。もうわかってるくせに、霊夢さんったら。高級車とか買うわけないからね。しょぼんだなも。でもお誕生日プレゼントはちゃんとしたものを用意したいよな。豆粒商店に何かプレゼントになりそうなものはないかと思ったんだけど、どれもペシミチ君に合いそうにないぜ。まあ期待してなかったんだけどね。と言いつつきちんと小ぶりな壺を買ってくれる霊夢さんは優しいだなも。カタログ埋める目的で買っただけなんだからね。いらないから島次郎にプレゼントよ。なに？小ぶりの壺だと。遊んでないで早くプレゼントを決めないとね。ペシミチ君はアウトドアって感じの部屋に住んでるから、それも考慮した方がいいと思うぞ。それじゃあアウトドア関連の家具を買うのが良さそうだけど。良さげなのがカタログに載っていればいいんだけどな。アウトドア系の家具で一番良さそうなのはキッチンかな。色は2色しか選べないな。リメイクしてからプレゼントするわね。次の日、そして今日は住民のペシミチさんのお誕生日でもあります。おめでとうございます。さてさてさて、届いたアウトドアキッチンを取り出してと。改造の兄貴よろしく。アウトドアキッチンがこんなにカラーバリエーションが豊富だったなんて。しかもカラーによってここに載ってるものが微妙に違うわよ。めちゃくちゃ凝った作りになってるんだな。リメイクする色はレッドに決定。ラッピングはお忘れなく。私はいつも忘れちゃうんだよな。準備が整ったから。ペシミチ君の家にスパーツ。お客さんが誰なのかも気になるぜ。いらっしゃい霊夢君。今日の島次郎はお客さんなのに気合入りまくりね。主役より目立ってる島次郎は置いといて、ペシミチ君にプレゼントよ。早速開けちゃうね。あ、これはアウトドアキッチン。本当にもらっちゃっていいの？さすが霊夢君、僕感激だよ。喜んでもらえて何よりだぜ。でもプレゼントはこれだけじゃダメだと思うのよね。あ、やっぱり誕生日といえば別荘をプレゼントしないとな。なのでお土産チョコレートを購入よ。お土産チョコレートはまとめ買いをするとお得なのに、たぬき商店の商品ときたら。まとめ買いは便利だからそれだけで十分だなも。まとめ買いが5個ずつしかできないのはどう考えても不便でしょ。次の日、お楽しみのお返しを開封しちゃうわね。お返しもお誕生日会の楽しみの一つだものな。まさか写真をもらえるなんて。最上級のお返しじゃないか。ペシミチ君ありがとうね。それじゃあ好きな言葉を覗いちゃいましょ。何を書いてるのか想像できないぜ。ハイチュウのジャエイってなんだ。ハイチュウじゃなくてハイチュウよ。ハイチュウのジャエイとは、疑う心が生まれてつまらないことで悩むことの例えなのだ。なるほど、しずえさんが遊びに来ると食べられないか心配ということね。私は絶対ペシミチさんを食べないから安心してくださいね。それじゃあペシミチ君にお土産チョコレートを渡しに行くわよ。と思ったけど、またしても島次郎と出会ってしまった。なんだか今日はペシミチ君より島次郎の方が目立ってるような気がするぜ。確かに。おいらからもお礼をさせてくれ、ハリマオの写真だ。あらあら、また写真をもらっちゃった。とりあえず好きな言葉だけでも見ておくわね。全力投球か。こちらは説明不要のわかりやすい言葉なのだ。それじゃあペシミチ君にチョコレートを。あ、家の中が真っ暗じゃないの。探しに行かないとダメだな。うちの島博物館がないから、だいたいエイブルさんかたぬき商店に行けば行方不明の住民は捕まるはずなんだけど。ほらねほらね、ここで商品を買うのに悩んじゃうとしばらく話しかけられなくなるぞ。じゃあ先手を打ってこの液晶テレビを買ってしまうわね。これで解決だけど豪快だな。霊夢さんありがとうだなも。やっとチョコレートを渡すことができるわね。ペシミチ君がどんなお題を提示してくるのかめっちゃ気になるぜ。ペシミチ君の別荘の動画は見たことないものね。今日はフェスの開催日なんだな。全くフェスに参加したことがないから知らなかったけど、たくみライフではとたけけが大人気だったのね。ちょっと感動しちゃうぜ。ではではたくみライフの制服にお着替え。あれれれ、ペシミチ君はいずこへ。もしかしてとたけけのところに行ってるのかもしれないぜ。あ、ほんとだ。それじゃあ最高の別荘を作ってあげるからね。僕だけの宇宙空間でお散歩がしたいな。このご希望に不安しかないんですが。やると決めたんだから、霊夢しっかりとした別荘を作ってくれよな。うーん。僕だけの宇宙空間、ペシミチ様。こんな家具普通に使いづらいでしょ。
これは霊夢の実力を試される回になりそうだぜ。そんなの試さないでよね。まあここまで来たんだからやるしかないわね。ええ、マジでこんな岩場でいいのか。別に自暴自棄になって岩場を選んだわけじゃないわよ。宇宙空間ってことだからここを月面にある別荘ってことにするわね。その発想は今までなかったぜ。ちゃんとできるかはかなり不安なんだけどね。まずはあまりやらないことから始めるわよ。お、時間を変えるんだな。月面は青空じゃないと思うから夜にしちゃうわね。月面の映像は捏造疑惑があるから謎なんだよな。月にありそうな家はちょっと表現不可能だから外観は適当にやっちゃうわね。ログハウスになっちゃったな。アポロ計画ガチ勢の方から怒られるかな。それじゃあ派手に飾っていくことにしますか。謎の燃料タンクと地球と行き来するためのロケットを設置。家の前にはスターライトを斜めに並べていくわよ。かなり大量に並べちゃうんだな。まだまだこれからよ。え、また別の家具を大量に。次はグランドライトでライトアップよ。これはしまくりじゃ絶対やりたくないやつだぜ。並べるのが大変だものね。宇宙人の来客もあるかもだから UFO を設置。それはもしかしてユータロウからもらったスタジアムライトじゃないか。せっかくカタログに載ったことだし使ってみるわね。どんどん派手になっていってるな。まだまだこんなもんでは終わらせないわよ。ええ、これ以上派手に。どうするつもりなんだ。バブルマシーンであわあわにしちゃうわね。なんだか楽しそうな場所になってきたな。自由な庭作りもなかなか楽しいわよ。こんなこと他の住民の別荘じゃできないものな。この機械直接触らないと泡が飛ばせないのかしら。遠隔操作できるかはちょっとわからないな。ええ、霊夢スライムランプまで飾るつもりなのか。まだまだ飾れる箇所があるんだから置かないともったいないでしょ。そういう考え方もありだぜ。頼まれてた人工衛星はおまけ程度に飾っておくわよ。これにて月面の別荘の外観は完成。月面なのに家の上に大きな満月が。あれは月から見えてる地球という設定にしましょう。さあ部屋作りをやっていくわよ。頼まれた家具は人工衛星の他に何があったっけ。月とスペースシャトルね。どっちも部屋に飾るのはかなり不向きな家具だと思うけどな。とりあえずどっちも飾らずに1階を作っていくわね。まあ2階に飾れば問題ないぜ。ではまずは培養ポットから。床と壁紙は宇宙船のやつに決めちゃったんだな。今回はアクセントもなしで、中には地球で採れた海の幸を入れておくわよ。何か深い意味がありそうなんだが。見たまんま地球で採れた海の幸を培養してるという設定よ。海の幸を培養で増やすつもりか。ペシミチ君の別荘の1階部分は月面レストランにするつもりだからね。それで月面では調達しにくい食材は培養してるというわけか。高級なお寿司屋さんにあるイケスみたいに思ってもらえれば幸いよ。それはそうと、お料理はどうするんだ。お料理は機械に自動的にやってもらうわね。すごそうな機械と、よくわからない機械を久しぶりに見たぜ。どうやって並べようかな。この機械に正しい並べ方とかあるのかな。機械から出てきた食材をロボットアームで仕上げていくって感じでいいかな。ちゃんと流れができたじゃないか。完成したお料理はこちら。未来のミールプレートって家具だよな。機械はまた後で動かすとして、カウンターに椅子を並べていくわね。ダイナーなカウンターチェアは宇宙船にぴったりかもだぜ。しまくりで全く使えない家具をいっぱい使えるから、この別荘作り楽しいかも。最初に宇宙空間をテーマにしてくれって言われた時はどうなるかと思ったぜ。正直言うと、スイッチの電源をオフにしようと思ったくらいだからね。作ろうと思えば何でも作れるもんだぜ。いやいや、何でもは作れないわよ。それにしてもカウンターに並んでる食べ物が個性的だな。未来プレート以外はインスタントよ。あと変な色のジュースは未来っぽいと思ったから置いてみたわ。ちょっと飾りがないと寂しいわね。レジカウンター。月だからお金という概念はなしということで。ええ、お金が必要ないだなんてつまらないだな。も地球から出てもお金のことしか考えてないだなんて。お金が生きる活力だからね。ちなみにあのトイナクロゼットはただの飾りで、このスチールゴミ箱は食べ残しを分解してくれるゴミ箱ということで。いよいよ手前の飾り付けだけになったな。培養ポットが邪魔すぎてやりにくいんですが、でっかい家具が邪魔で作業しにくくなるのは部屋作りあるあるだぜ。あ、この視点なら大丈夫っぽい。というわけでクールシリーズを使ってお二人様席を作っていくわね。デザイン的にもぴったりのチョイスだと思うぜ。テーブルの上にはクッキーを置くけど宇宙食ということにしてね。それじゃあ機械の電源を入れていくわよ。いいなこの未来な感じ。月で生活したり、自動で食べ物が出てきたりとかはまだまだ遠い未来のような気がするけどね。せっかくだしロボットの店員さんも追加しておくわよ。ペッパーくんみたいなもんだな。そういうこと。ではでは2階にペシミチくんのプライベートルームを作るわよ。壁紙は宇宙船で、床はオーバーテクノロジーの床にしたわよ。ってことは宇宙生活な部屋にするんだな。今回はね、こんな宇宙な部屋を作るのは最初で最後だもの。そのコールドスリープマシンをベッドにするつもりか。確かどこかのマリサさんがコールドスリープマシンを夢見ように使っていたような。どこかのマリサさん？一体誰のことだろうな。そんなのあんたしかいないでしょうが。ベッド周りはかなりシンプルだな。
宇宙でもやっぱりタブレット端末がないとね。娯楽も少なそうだものな。お風呂は入れそうにないからシャワーブースを設置するわね。月の基地にお風呂ってないのかな？月に詳しい人がいればコメントで教えてね。月に詳しい人がいるかどうかかなり謎なんだけど。意外といるかもしれないじゃないの。まあ世界は広いものな。この辺りは筋トレコーナーということにするわよ。宇宙に行くと筋力が低下するみたいだから筋トレは欠かせないよな。月ではどうなるかはわからないけど一応ね。月の重力ってどれくらいなんだろうな。月の重力は地球の6分の1と言われてるのだ。そう言われても想像するのが難しいわね。そうだな。作戦会議テーブルを部屋のど真ん中に置いておくわね。盤面にいろいろ書いてるけど理解不能だぜ。地球とビデオ通話できるようにもしておかなくっちゃね。あ、レトロなテレビを使っちゃうんだな。宇宙に行けるようになる頃にはこういうのが逆に新しいのよ。そうなってると面白いぜ。椅子は変な形のを見つけたからこれを使うわね。その椅子はしまくりでは使ったことないかも。そろそろスペースシャトルを飾らないと。今日は指定された家具にお困りのご様子だな。指定された家具だけじゃなくて部屋作りにも困ってるわよ。あはははは。そういえばくつろぎスペースを作ってなかったわ。月では何をしてくつろげばいいんだろうな。そんなの地球と同じでゲームに決まってるじゃないの。スイッチはどこにでも持っていける便利なゲーム機だぜ。あとは冷蔵庫とウォーターサーバーをここに置いてと。お部屋を派手にするために天井にスパイラルシャンデリアを設置するわね。こういう部屋の天井家具をどうするか考えるのは難しいよな。ベッドの下にラグを敷いておこうかな。これでやれるだけのことはやったつもりよ。でもなんか忘れているような気がするんだが。なんだっけ？あれれ、ダンボールに入ってたものどこに行っちゃったの？ちゃんと飾ってくれなくっちゃねー。これの存在をすっかり忘れてたわ。ちょうど外にお月様が収まるスペースが空いてたわ。スペースがなかったら UFO を撤去してたでしょうね。ここでハンアート紹介コーナーなのだ。というわけで今日はよく頑張ったレイムさんのハンアートをご紹介なのだ。今日のお仕事はめちゃくちゃ大変だったんだから。僕からも褒めてあげるだな。もなんで上から目線なのよ。当然プレゼントとかはないけどね。期待するわけないでしょうが。作るのが難しくて困ってる別荘があればコメントで教えてほしいぜ。次はマリサがチャレンジするのね。いやいや霊夢頼んだぜ。なんで私なのよ。次回もよろしく。